ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアル自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した3大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター。このベーシックモデルは当時のロレックスの技術と先進性を語る傑作です。このモデルは希少な REF-1007 エンジンターンドベゼルのモデルです。飛行機のエンジンを模したといわれるエンジンターンドベゼルはその精悍さから非常に人気が高く、多くのファンに愛されています。ダイヤルはシンプルなシルバーダイヤル、中央から放射仕上げされた高級感のある文字盤です。インデックスはアプライトのロングバトン、バーハンドとのコンビネーションは視認性もよく飽きのこない端正なペースです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1570、精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの傑作と名高いムーブメントです。メンテナンスもパーツが豊富に存在するためロレックスならではの安心感があります。リューズはロレックスのクラウン付きリューズ、ブレスレットはロレックスの3連カシメブレス、巻き盤タイプのシンプルなブレスレットです。共に同年代を過ごした廃盤のブレスレットになります。エンジンターンドベゼルのこのモデルは雰囲気のある時計ですので、現行品では感じられないアンティーク感のあるものをお探しの方にはぴったりではないでしょうか。アンティークの入門機としても最適ですが、嫌味のないシンプルな時計ですので、商談やデートなど、ここ一番の大切なシーンで、大人のダンディズムを演出してくれることと思います。